親指がうずいた。まさか、ラザルの身に何か。まあ、どうでもいっか。少し仮眠を取ろう。フィン。うわあ！エルミナ！なんだいきなり！どうしたんだ？発情した。ああ！大きな戦いを前に体の高ぶりを抑えることができない。あと発情した猫の甘々ラブビームが伝わってムラムラする。何言ってんだお前は。お前とまぐわってこの高ぶりを沈めるしかない。あと小種よこせ。よせ、やめろエルミナ。お前は貴重な戦力だ。はらんだら戦えなくなる。二日でお前の子を産む。問題ない。それは人も魔物も超越したおぞましい何かだ。おい、よせ、やめろ。マジで。恋も愛もわからないって言ってたお前はどこに行った。あれだ、俺はあっちのおとなしそうな方が好みだぞ。アマゾネスの本能には抗えない。今夜こそフィン、マグワへ。団長、生きてましたか。生きとるわ。獣のように徘徊しているエルミナ殿があなたの部屋に向かった時、あ、こりゃ終わったなと思っていました。本当にあとちょっとで食われそうだったんだぞ。お前は俺を守る猟犬じゃなかったのか、アルフ。なんだいきなり笑い出して。すみません、あなたがそんな必死に声を上げているところを見るのはいつ以来だろうと思って。エランの森でグレーン兄さんたちに子供扱いされているあなたを思い出してしまって、懐かしく感じてしまいました。彼女があなたの前に現れてよかったと私は思っています。またこうして昔のようなディム兄さんと会えた。冗談はよしてくれ。あいつは俺にとって厄災にも等しい。ねえフィン兄さん。いえ、フィン団長。
これからは私たち仲悪くなりましょう。何を言ってるんだ。私も団長も互いのことが分かりすぎて傷を舐め合ってしまう。きっと自分たちのためにもそれは良くない。私たちは邪険に扱うくらいがちょうどいい。グレーン兄さんたちもそう言うと思います。だからこれからは仲が悪いパルームでいましょう。分かったよ、アルフ。俺が気に食わない真似をしたら容赦なく咎めてくれ。俺もお前を咎める。俺たちはこれからずっとそんな険悪で健全な関係だ。